ということで、はい、ビジュアル系のレジェンド聞いていこうのコーナーです。いいよ、名前出てます、よろしくお願いします。はい、今回聞いていくレジェンドビジュアル系バンドは、はい、それヒントを出しますんで。ヒント、ふぅー、おぉふぅー、ということは、はい、里崎なんでだよ、里崎チャンネル、里崎チャンネル合ってるわ、ドラマーの方が、ね、ルナシールナシー、レジェンドバンドの方がガッティが一番好きそうかな。あ、そうは、ね、なんとなく思ってるんですが、はあはあ、ロージだとかさ、あなんか聞いた時に、俺学生時代いたら熱狂してたかもしれんわ、みたいなんか言ってたから、あ、ちょっとなんかあるんじゃないかな、なるほどね、思ってます。確かに、はい、ルナシーがね、もうレジェンドっていうのはもう分かりきった話というか、うん、多分、まあ、はいはい、まあ名前ぐらいだったらもうみんな知ってるんじゃないかなっていう伝説のバンドじゃないですか、うん、だからあの、まあ、曲をメインにちょっと聞いてって、はい、9ヶ月ぐらい前からあの MV 結構一挙に公開してるんですよ。ほうほう、見れるんで YouTube で、いい時代ですよ、いいね、はい、それでちょっと見ていこうかなっていう感じで、まあ、あのなんせね、最近あのね、あの千鳥のクセ強グランプリで結構あのかまいたちがルナシーをネタにすると、見て元ネタが分かんないから、はいはいはい、ルナシーを調べる。ああ、なるほどね、ああなるほどなるほど、ちなみにそのネタめっちゃおもろい、へえ、若干話題性もあるんだけど、なるほど、はい、1曲目ですが、ブルーブルー、この曲はまあほんとシンプルなギターロックって爽やかなロックって感じで、まあルナシーらしい1曲なのかなと思ってますね。ちょっとあんまりルナシー自体そんな詳しくないんで、うんうん、適当なこと言うとね怒られちゃうとにかく聞きやすいっすね、スッて馴染むって感じがありますね。これはまあかなり前の曲ですね、1994年、これ前生まれてないっす俺ら、2歳先輩っすね、そうっすねこういった曲ですね、うん、かっこいいわ、いやかっこいいよ、ね、めっちゃいい疾走感あって、うん、まあ僕の好みなんだけど、ドラムのこう主張が激しいっていうか、うん、存在感があるバンドとか好きだから、やっぱこうかなりこう存在感あるじゃないですか、うん、やっぱいいっすね、一定のこうリズムなんだけど、それがこう疾走感に変わっていく感じというか、それがやっぱ好きっすね。シンプル曲調がやっぱ歌い方も癖になるなっていう感じ、うん、そこなんですよね、唯一無二な歌い方、壊れそうなほどって感じでやっぱレジェンドだなって感じしますわ、うんうん、シンプルなんだけどなんかこう軽くはないというか、そうだ、ね、シンプルだからこそこう各パートの音際立つみたいな、うん、次の曲なんですけど、リミットって曲ですね、はい、これはルナシーって一回解散して復活してるんですよね。はあ、そうなんだ。で、これはね2016年ぐらいの曲、どっちかというと最近の曲ですね、割と、うん、このリミットって曲すっげえかっこよくて、うん、めちゃくちゃハマったんで、その時2016年ですね、まさに、うん、このリミットって曲がどっちかというと爆発力がある曲で、うん、サビとかであの龍一さんのもうえげつないあの声量が際立つというか、もうすっごっってなるって感じ。あとやっぱあの音とかの感じがやっぱりそのさっきの、まあ、ちょっとその言い方あれですけど、ちょっと古い感じじゃないですか、うん、まあ、そこは仕方ないですよ、環境とかだから、まあ、時代がね、そうそうそう、うん、まあでもいいんですけどね、全然違うから、そうで、これはもうこの新しくなったルナシーが知れる一曲かなって感じですね。星もね重ねてるんですけど、うん、でもかっこいいんですよね、うん、やっぱレジェンドって感じで、なるほど、こちら見ていきましょう、はい、こういった曲でございますが、渋い渋かっけえ、これはそれちょっと年重ねて、ね、いや渋いのよ、そうだMV の感じがめっちゃ渋いっすね確かにめちゃくちゃかっこいい、歌声が伸びやかというか、うん、その感じがすごい感じましたね。あと弾き方がもうめちゃくちゃかっこいいなっていう楽器のそう、ね、演奏体というかの所作がちょっとめちゃくちゃ渋かったですわ、うん、かっこいいっすね。リミット限界ですけど、いや限界ねえなるほど本当に思ったその時に。では次の曲なんですけども、でまたちょっと昔の曲に戻るんですが、はい、Tonightという曲ですね。この曲めっちゃシンプルなように見えてすげえ斬新なことやってて、うん、下手ギターのあのイノランさんのフレーズなんですけど、コードがほぼ固定なんですよ。へぇ、デレレ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 ってのがイントロなんですけど、よく聞くとずっとそれなんですよ、ほぼ、うんうん、サビとかちょっとずっと違うんだけど、うん、でもめっちゃ斬新くね、それ。そうだね、ずっとマジでそれなんよ。でそれがめっちゃ盛り上がって、デレレデレレと、うわーってボルテージが上がっていくみたいな。そう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 、へぇ、臭いって龍一さんが言うんですけど、それが臭い臭いしか聞こえないっていうちょっとおもろポイントがありましたけどおもろいなあとあれだわ、めっちゃ回るわ MV これ。あー回る系は確定っすね。そうそう、かっけえのよ、外れないっすもんね。そう聞いていこうかなと思います、はい、という曲ですね。いや、かっ
こいい、かっこいいのよ。めちゃくちゃいいですね。どうですかイントロ。いやーそうね、そこからずっと変わってなかった。そうそうそう、うん、やっぱシンプルな曲調やっぱ好きっすね。でかなりパワフルな感じでかっこいいっすね。すっごい風だったけど MV の、そうね、ロックな感じはやっぱこう原点的な感じもするんだけど、やっぱ色褪せない良さみたいなのもあるし、そこがこういい塩梅ですよね、うん、本当に本当色褪せないんだよね、うん、というわけで今回はね、もうあの大レジェンドルナシー先輩を、はい、あの聞いたということで、今あのバンドめっちゃ詳しくて、そのルナシーとかそういうレジェンドバンド知らないって人はちょっと一旦ルナシー聞いてみてはいかがでしょうか。今回聞いた曲概要欄にありますのでよろしくお願いします。というわけで TONIGHT TONIGHT パスコードじゃねえか。